アンジェリーナ・ジョリー、韓国を訪問、チョンウソンと対面、仲間として誇らしく、感謝する、写真イコール UN。HCR 韓国代表部ハリウッド女優アンジェリーナ・ジョリーが韓国のトップスター・チョンウソンに会った。彼らは国連難民高等弁務官事務所 UNHCR 特使と親善大使として出会った。4日、 UNHCR 韓国代表部はアンジェリーナ・ジョリーが2日から2泊3日の日程で国連難民高等弁務官事務所の特使とし、テ・ライ監視、俳優チョン・ウソン、パク・サンギ法務部長官らに出会い、イエメン難民などについて話し合った、と発表した。アンジェリーナ・ジョリーはこの場でイエメン難民を支援する韓国政府の努力に感謝し、難民が出身国に、安全に帰るまで保護をすると同時に徹底した難民審査制度を構築することが重要だと思う、と話した。写真イコール UNHCR 韓国代表部、特に彼女は、最近チョンウソンが、難民擁護、の発言をした後、悪質な書き込みで苦労したことについて言及し、それでも、難民擁護の、役割を果たすことが仲間として誇らしく、感謝する、と話した。こうしたアンジェリーナ・ジョリーとチョン・ウソンの出会いは、各国を代表する俳優という本業を持って難民のため力を尽くしている特使と大使として出会ったもので、特別な意味を持っていると評価されている。写真イコールカンジュヨグループ。さらに2日、息子のパックス君と静かに来館したアンジェリーナ・ジョリーは韓国で周りを気にせず、ソウルで観光を楽しみ、注目を浴びた。彼女は3日と4日、息子のパックス君とレストランを訪れた写真が公開されたほか、様々な場所でキャッチされ、SNS 上で話題になった。ハリウッドスターらが来館する場合、安全上の問題でボディガードらと同行することが一般的だが、アンジ・ジョリーは息子のパックス君だけと行動を共にし、好感度をより一層引き上げたという。レストラン訪問からチョンウソンとの出会いまで、UNHCR の特使としてサプライズ来館し、強烈な存在感を発揮した彼女に対し、今後アメリカで繰り広げる活動にもさらに注目が集まっている。アンジェリーナ・ジョリーは韓国での日程を終え、4日午後にアメリカへ帰国した。写真イコール、C、ゲッティ・イメージズ。